大福子は、京都は、本とこれの王家の子というふうに、大衆、高岩は県の農民であり、南宋時代の高古派の代表的詩人である。字は、四季の、郊外の赤平山に住んでいたことにちなんで、郷は、石平とした。大衆、高岩は県、剣、南堤の人。幼児に死んだ父の大佐都市は、諸子で終わったが、東ずまさつき氏と皇する農民詩人でもあった。 大福子は、成長してから死に思いを残した父の遺言をお聞かされ、父と同じく一生官職につかず、食業詩人として各地の有力者に死を献上して、謝礼をもらい、生活した。南宋の高層の時代に生まれた。最初、林県について、死を学び、ついで同郷の女に道につき、後には陸優に学んだ。小帝五年、小部府学教授となるが、 現在の四川省を除いて、石膏、福建、後世、古難、後世、チャンスの各地をめぐり、職業詩人として、制業を立てた。李州の淳介元年、故郷に帰った時には、すでに70歳を超えていた。非常に長命であり、80歳以上まで生きたことは、確実で、晩年は故郷に落ち着いた上で没したらしい。大復古の作品は、後古派の流れを組み、 詩風は、英華の四霊が提唱した番頭の詩に学んだもので、あるが、政治批判を含む、社会詩も多く作っている。後に後世派の風格も混入し、自らあざけるという詩には、とあり、加藤は、後古派の、に妙の中の一、妙であり、徒歩は後世派のいわゆる、一素三宗の中の一、素である。この詩の二句は、二つの流派の仲裁をしようという彼の、 くわてが示されている。太復古の詩集は、石平集といい、長南児が130詩を選んだ後に始まり、今は10巻。石平集には、放浪の境外を歌う詩が多い。他に、俗集4巻。石平集がある。ありがとうございます。